はい、というわけで今回は坂内食堂ということでね、坂内食堂か、明治昭和33年の創業した喜多方ラーメンですね。ではいただきます。うん、麺が柔らかくて、このうん、味わいがね、独特ですね。で、この麺の いい味で、で、うん、結構。うん、いける味ですな。で、そんなにしつこくないんですよね、これ。油とかが。で、うん、さっぱりとしていて。うん、スープもさっぱりしてんだ、これ。スープもそんなにね、あっさりとしてる。うん。確かに豚の旨味が効いてんですよね。で、豚の旨味が効いてて、で、このさっぱりとしたこの麺によくスープと絡みついていて、で、一つの麺が太いんだよ、これね。すごい一つの麺が太くて、で、野菜も甘みがあり、メンマもちょっと硬い感じがありますけども、まあコリコリとしてる感じですね。なかなか食べ応えありますな。いやー、これで33年の創業の味っていうかね。うん、やばい、それだけのものは確かにありますな。結構古くからあるっていうね。まあ本当に、それだけの、万人の時代っていうのを感じるし。もう食べててね、もうその時代っていうのを、あるし、昔からやってき、この味でずっとやってきたんだろうなっていうのがあって。そんなにあっさりしてるからね、そんなしつこい味がないんだよね。本来はまあこういう系の豚の旨味が効いたラーメンって言うと、まあ味が濃かったりとか、するんですけど、まあ濃かったりちょっとしつこい味がしたりするんだけど、そんなに濃いって味でもないし、しつこい味でもない。で、豚のちょっと豚骨のような独特な匂いというか、そういったものもあんまりしない。うん。だから、なかなかさっぱりとしてていいんじゃないかなと思います。ちなみにまあ、お店はこういう感じの、昔からあるね、こういう感じのお店なんで、販売されてるらしいんだけど、まあそういったところがね、こうカップラーメンとね、協力してね、カップラーメンとして販売しませんかっていうのはすごい時代だよね。昔だったら断ってたんだけど、昔だったらほらそういうのが来たら、うちはラーメン屋一つでやってるから、カップラーメンなんかと一緒にすんねみたいな、そんな感じで断られ